今回は、キッド海賊団のメンバー、キラーを気遣い同じ笑い方をする、に対する反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。いい奴らだな。やめろ、はっは。心なしか選手のお骨も笑ってるように見える。もう笑い上戸みたいになってるのは治らないんだよな。でもみんなで明るい海賊団になったから、周囲から見た違和感は減る。すべての感情が笑いに強制変更されたので怒ってもはははと笑いがこぼれるよ。でも情けなさと悲しみとみっともなさを笑いに変換されてた尊厳破壊からここまで持ち直すと仲間の尊さがわかる。全員スマイル食わせてやりたい。本人嫌がってるじゃねえか。キッドのところもライバルポジになりそうだけどみんな気のいい海賊団でよかった。笑ってた北野を殺してきた奴らが笑いながら進撃する集団になったのか。最高か。キラーさんを明るい人にしてくれたなで服。優しい言い方でいいよね。暗い人だったのか。暗いというか冷静な苦労人みたいな感じだろう。仲間思いだけどやることやってるのはヤンキーっぽい。柄悪い奴ら同士馬が合うんだろうな。笑いは止まらんけど素の冷静な落ち着いてる感情はあるんだな。誰が奴隷かわからないように全員に焼き印入れた太陽の海賊団みたいな。陰鬱な展開をギャグのノリで吹っ飛ばしていく先週からの流れが気持ちよすぎる。キラーさんが浄化されていくのを感じる。これキラーさんは治らないってことかな。まあ楽しい職場だしいいんじゃない。キラーさんどんだけ好かれてるんだよ。いろいろあったけど結束が固いな。いろいろあったろうに狂うまでまるで折れずに街道ぶっ殺すぞで団結してるのすごくない？キラーは真面目にもう終わったと思ってたから嬉しいなぁ。ワノ国編までは別に思い入れあるキャラじゃなかったのにうまいわ。キラーさん仮面の下で泣いてそう。まあ元に戻らなくてもこの船なら幸せそう。このやめろって言ってるキラーさん画面の下で嬉し泣きしてるだろ。やめろって言ってる吹き出しに賑やかしいエフェクトついてるし、やっぱここは本音では喜んでるってことでいいのか。そこは怒ってるとは思うがキラーさんは今何やっても笑ってしまう愉快な人なんだ。賑やかしいエフェクトはスマイル患者のデフォ装備だから本音は汗エフェクトの方でちょっと困ってるんだと思う。スマイル海賊団。ものすごい下道みたいになっちゃうだろ。泣く子も笑うスマイル海賊団。めちゃくちゃうるさい海賊団になってしまった。キッドの海賊団が楽しそうで安心した。あれだけ悲惨な目に遭ったキラーのことを思っておどけてくれているクルーたちがいい奴らすぎる。キッドの仲間たちスマイル食ったキラーのために自分たちもあの笑い方でたくさん笑うようにしたんだな。すげえいい仲間たちだな。キラーが笑うしかできなくなったのでみんなで笑って明るい海賊団に、はポジティブシンキングで嬉しい。キラーさん人望あったんだろうな。まあ結構暴れまくってるキッドを抑えたり比較的常識人な感じだったし船内でのバランサーポジションだっただろうし頼られるよねそりゃ。でも常識人だったら最初にウルージさんと喧嘩になりそうだったのなぞ。両方常識人だからあれはウルージさんからキッド海賊団を推し量るために2番手に仕掛けに行ったんだと思う。ゾロのことは見ただけで見抜いたけれど。キラーは笑い方がコンプレックスだったのに、強制的に笑わされるようになって、っていう尊厳破壊を幼馴染は全力で怒ってくれて、仲間は俺らも一緒に明るくなるぜ、ってしてくれて、あの1ページでもすごい救われているのがわかる。なんかあそこですごいホッとした、頑張ってほしいわ。なんというか正しく少年漫画をしているよね。トラウマレベルのエグい描写を描きつつもきっちりと友情正義努力も描く。しかもみんな同じ笑い方してくれるっていう。キラー尊厳破壊をあの一コマで解決したオダッチはやっぱすげえよ。こいつらいいなって感じ出てるし。よくもキラーさんを明るい人に仕上がって、はポジティブすぎる。クルーのキラーさんより好きすぎて。こういう仲の良さ見えるだけで好きになっちゃうわ。戦闘中にどれだけダメージ食らっても仮面の下で笑っている強キャラとして生きていけるぞ。決して正義じゃないけど好き。すれたいだけでこんな複雑な気持ち抱いたの初めてかもしれん。とりあえず今週でキッド海賊団がシーザー捕まえたら放送できないことになるのは分かった。麦わら海賊団の二大医者がきっと治してくれるよ。俺は麦わら屋の一味じゃねえ。治っても治らなくてもきっと海賊団の結束が揺らぐことはないんだろうな。麦わら屋ハートの海賊団みたいに、キッドのところも何気に仲間内の関係は良さげでほっこりした。キラーがあの中でも慕われるポジションだったのも大きいんだろうけど。船長の四皇突撃とか幹部撃破についてきてくれる船員だぞ。面構えから違う。あの様にされたのを見てこの結束力で戦いに行こうってんだから最悪の世代のクルーなのも伊達じゃないんだなって。むしろひどいことがあってこその結束なのかもしれない。まだあんまり描写されてないってのもあるけど最悪の世代でもホーキンスやアプーのところ
頃はシャボン火で船長が占い始めたり、ヤジ馬根性出したりしてる時逃げようの一点張りだったから、その辺はあっさり四皇の傘下に入る海賊団とそうでない海賊団の差なのかもしれんね。その差が覇王色の有無に繋がってるのかな。民間人に多大な被害を与えていたキッド海賊団、極悪非道の冷血無視な海賊団かと思いきや、その実態は笑いが絶えない楽しい海賊団だった。笑いながら多大な被害を与えてくるサイコパス海賊団になっただけじゃねえか。民間人っていうか自分の夢を笑った奴を皆殺しにしてるだけじゃないっけ。幼い頃の波がアーロンにタトゥー入れられてへこんでたとこにの事故が似たようなタトゥー入れてたエピに近い優しさがある。この世界は笑い方変な奴ばっかりだから、ハッハッがコンプレックスって言われてもな。原因の四皇もボロボロ吐いてんのかって笑い方してるからな。まあ他人からは気にならない、どうでも良いことでも、本人が気にしてるならコンプレックスだ。あの世界でハッハッが実際どのぐらい変な笑い方なのかは判断できないけど、少なくともそれをネタにキラーをバカにした奴はいたみたいだし。ビッグマムの息子にハハハ笑うグリームいたしな。次からは夢を笑った奴を笑いながら殺す海賊団になるのか。笑い方を笑った奴も殺すぞ。理不尽だなおい。むしろ俺はキラーが精神崩壊してなくて嬉しかったよ。いや、多分してたと思うがどうだろう。船長のおかげだと思いたい。普通に自我崩壊しかけだったと思うけど、この人笑うのが嫌とか素顔が嫌とかじゃなくて、笑い方でいじめられたことがコンプレックスになってる人だったから、全部さらけ出した状態で笑い方とかは特に気にせず、ずっと笑ってるの気にしてるならみんなで笑おうぜ。っていう船員の見当違いの気遣いになんかどうでもよくなっちゃったんじゃないかな。こんな小さなことで悩んでたのバカしいみたいな。チョッパーがスマイルの副作用を治せてもキッドの仲間たちはこの乗り続けてそう。そんでやめろお前らって怒るキラーさんがいるんですね、みたいな、そんな未来。この流れは予想してなかったし、複雑ながらも微笑ましさがあるね。でも叶うならワノ国の人々ともども、スマイルの治療法が見つかるといいな。それもそうやけど、ポジティブシンキングがいかに重要かも学んだわ。船長と副船長大好き海賊団とは思いもよらなかった。きっと海賊団のクルーってヒューマンショップのあたりではクールなイメージだったからな。今週でもっと好きになったよ。すっかりぐったりした状態のキラーを見てみんな復讐に燃えてると思うじゃん。復讐に燃えてはいるよ。ただキラー本人も転んでもただでは起きないし、そして船員たちもキラーさんが好きだからみんなでキラーさんと一緒に笑うんだよ。キッドのメイクもそうだし、ダサいチンピラ集団みたいなカイドウのスマイル失敗組じゃなく、笑顔でイカれたことをするジョーカー路線の海賊団で行けばいい。こんなことされたらたまったもんじゃないわな。赤鞘の次に恨んでそう。変な笑い方だって、笑う奴らは船員にはいなかったってことだよな。キラーにとっちゃスマイル食わせられたしいいことじゃないんだけど、なんか微笑ましいよ。殺戮無人キラー、どんな奴なんだ。キラーファッファッファッ、怖。でもキラーさんは口では嫌がりながらも笑ってるし、だから俺たちも明るい海賊として笑い続けるぞ、ファッファッファ。心から笑うしかないくらいに満たしてやればスマイルの副作用はないも同然。ルフィさんたちと違う理由だけど、どんな海も笑顔で越えていく海賊団になったな。